あ、なんか懐かしい感じがするね。突然の操作できるんですか。今できますね。あ、マジ。おお、なんかソニックって感じで、従来のソニック感が、うん、なく。あ、なるほど、この電脳空間は従来のソニックで、はいはいはい、ソニックの記憶で構成されてるの、すごいな、なんか。いやー、これやっぱ気持ちいいですね、このソニックの懐かしい感じ、ね、このさ、一瞬でそのコースを覚えてないと一瞬で判断しなきゃいけないのがいいですよね。そう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 、覚えてないとあのすぐになんかね、そうそう、ああみたいな、落ちちゃったみたいな。覚えてたら覚えてたで、その覚えてることの楽しさもあるけど、覚えてないところをやるときに自分のその感覚が勝ったみたいな時もね、うん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 、また気持ちいいですよね。このスピード感最高に気持ちいいですね、うん、いいよ、うん、これよ、これこれ、いいね。あ、分岐するの、うん、あ、これは違うか、ちょっとあればいいかで、ゴールかなぽいっすね。楽しい、いいね、どっちも楽しめるんでいいっすね、従来の感じも楽しめる。でもあざさん D ですよ。あれ、おかしいなおかしいな、もう一度挑戦するってあるけどえ、もう時間ですか。あ、フロンティアのプレイはここまでらしいです。あ、出てると思う。じゃあ電動空間で出ますか。これさっきの、あ、これロックオンですね。はい、これで。あ、まだ連続でアクション生活ゼロ。ああ、なるほど。あ、戻っても大丈夫。はいはい。じゃあまあ。